画を持ってきた。あ、そうだ、聞いてねえ今日企画やし、またそれかよ。俺もやりたない。え、珍しい。本日の企画は、元カノに電話して俺って何点だったか聞いてみたい。いや、俺らアイドルだし触れたことすらありますよ、女性。悲しむぞ。なんだと思ってるんだよ、ローズちゃんたちは。よし、やろうか。待ってなよ。ちょっと待ってよ。 やめる。ごめん、俺ほんまにお前の電話企画も出んかったやんか。俺ほんまに、おら、うマジで、お魚がおらんわけだ。あうぅなんか出てきたやん。なんか住んでるやん。元カノ住んでんじゃん、そんなに。いるよ、住んでるから。いるよ。俺ほんまに、おら、うっ。お前そんな言ってた。言ってたよ。おらんってのはどういうことですか。じゃあ俺さ、マジでほんまに連絡先持ってないよ。マジで去年2年前ぐらいの正月に LINE 全部消えて、60人しか LINE の友達おらん。だ、誰かしら残ってたりしないの。いや、マジでおらんで、どんな前やと思ってるの俺の元。最終恋愛歴は高2の夏。高2の夏で、この企画なんですけども、元カノに電話をかけてもらいます。で、俺何点やったか聞くっていう企画なんですけども、絶対聞いてもらいたい項目3つあります。まず1つ目、俺のどこが好きだったか、どこを愛してくれてて、どんなとこが好きだったのか。2つ目、ほんまに嫌やったとこ、ここはちょっとごめん、ほんまに嫌いやった。で、最後に彼氏として何点だったか、この3点を今回聞いてもらいます。ちょっと泣いてしまうかもしれない。なんかいろいろ思い出して。こういうことやりたくないからさ、現実から逃げてさ、ステージの舞台に登ってきたわけだ。ウキウキな気分でやれるわけないよね。でも気になるんだったらやるけど、俺は気になる。こういうこと。ただもうね、溝落ちとかに力を入れながら気になるのでね、今日のとはね、結構やっていきたいなと思います。それではやっていきましょう。イッツショータイム。はい、ということで誰からいきますか。すごいな。もう俺から行こうか。おお、わからん。俺もどうなるかわからん。それはさ、なんかお手本を見せてほしいよね。行こうぜ。行きます。行きます。全然取ってないからな。いつぶりの連絡ですか。そんなん分かる。ガチほんまや。いつの彼女。いつや、20歳とか。7年前だね。19、20、21。あ、一番楽しい時期。もし、おつ、久々。久々。何してた今。今ね、なんかちょっと一瞬だけ時間もらっていい？だんだだん？うわ、ちょ、5分だけもらっていい？どこにいんの？あ、違う違う、そういう意味じゃなくて、ちょっと、あ、そう、うん。あ、マジ？もう行くな？ずっと YouTube とかじゃん。まあ、お付き合いさせていただいてましたと、どこが好きやったかを教えてほしい。いや、暑いとこじゃない？うわー、なんかお前ほんまにええのやな。というと、なんかその家族に対してとか、はずはず、友達に対してとか、好きなこととかに対しても、暑いから嫌いがいいんじゃないかなと思いました。うわー、もうよかった。でもあと2個あんねん、聞きたいことが。ごめんなさい、こういうとこは嫌やったなっていうか、これはちょっと嫌やったなっていうとこがありましたら、ちょっと教えてもらいたくて。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、ちょっと待って、絞るとしたら、ちょっと待って、愛が強すぎて、ちょっと待って、あの、熱いし、愛が強すぎて、あの、いいことなんですよ、愛されてること、すごく幸せなことなんだけど、すごいことがあるね、うざい。ちょっと待ってくれ、お前ね、これ最後に、彼氏として俺は何点でしたか？ 100 点満点中でお願いします。あ、120点だと思います。よっしゃー、やっばー、えっくー、ありがとうな、ちょ、忙しい時に。じゃあまた連絡するわ。はい、じゃあね、バイバーイ。きたー、やばい、これは行く、後ろ向かへんねんけど。遠距離やった、全然こう連絡返ってこやんみたいなんが、うん、ブーンブーン、ま、ひっくるめて、暑すぎてうざい
長いよ。じゃあやったら分かるわ、こう。もう次誰いきます？おお早っ。まあ、分かんない、さっきな、いや、終わらせた方がいいだろ、これは。いけ、卵。よっしゃ、楽しみ。うわ、楽しみやな。ネチョネチョしてそう。ちなみに、いつぐらい使ってた？まあ、学生の時ですかね。高校生。行かせていただきます。いけ。出ろ。もしもし、久しぶり。切れた。もしもし。ごめんなさい、ちょ、電波が。あ、Wi-Fi ちょっと切ってみます。ごめんなさい、こっちの電波が。もし、もしもし。あんまり良くなかったのかもしれない。泣きそうだ。泣きそうだ。嫌やったんかな、そうやって遊びに使われんのが。嫌やったんかな。記憶だけ遡ってみていいか。いい別れ方しましたか。あんまり。それやないか。それやないか。それやないか、お前。帰ってこ、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 帰ってこ。大丈夫、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 俺行きたいんだ。別に出なかったらよかった。じゃあ。せやな。せやな。ほんまにせやな。その双子の思いを引き継ぎつつ、学生の頃の初めての彼女に。お、初カノ。初カノ何歳？15。おお。13とか。13。割れないよ。まあ塾でたまたま再会して。ああ再会日が。いいな。お前塾行ってた。塾。かなちょっとマジ仲良さそうに喋んなよ。かけます。マジちょっと続けば続くほど辛い。急にかけたら出ないの。別に普通なことだ。そうそうそう。伝説呼び起こす。あ、別のあるかな。まあ、初恋の人じゃなくて、初エッチの子。これ高1の頃付き合ってたんですよ。で、高2で別れて、そっから連絡一回も取ってないから、まず十何年ぶり。いや、ガチでこれやばいかもしんない。本当に俺も緊張する。普通にこれあ、もしもし、もしもし、はい、電話番号多分変わってなければ覚えてると思うんですけど、高1の頃にお付き合いをしてたと申しますが。え、何？ 2,3 分いける？え？2,3 分いける時間。あ、まず久しぶりだね。ごめんね、急にかけて。高1の頃付き合ってたやんか。うん。俺のどこが好きだったかとかって覚えてたりする？全く。だよね、そりゃそうだよね。十何年ぶりだもんな。一個、なんか一個。全然覚えてない。ですよね、ですよね。じゃあ逆にここが嫌いだったみたいな。全然覚えてないんだけど。覚えて、両方なしってことか。すまんね、急に電話かけちゃって。うん、全然。ごめんね、マジで。じゃあね、ありがとう。はい、はい。おい、おい、なんだよ。お前が人にめちゃくちゃ気使ってんの初めて。めちゃくちゃ嫌そうやん。まあ、何も覚えてないはないやん。そう、まあね、多少はね、覚えてるね。そうだね、覚えてるな。彼女とエッチをした後ね、うん、一人でトイレに座り込んで、あ、俺もう童貞じゃねえんだって5分ぐらい便器に座り込んで。淡い思い出とか。手繋ぐのに2ヶ月かかったこととかある。かわいい。じゃあ次の元カノ行こう。正気かよ、ふざけんなよ。俺もしハズキ繋がらなかったらどうする。ボツやん。カノセ君の部屋聞いて終わらせたい。そやな、そやな。あ、うわ、緊張するなこれ。行ってみよう。行こう。お前わしのものは言わんと。いつ付き合ってた。高校の時ですね。おお。まあ学生時代だよね。僕が歌を目指し始めたきっかけですね。ええ。彼女が当時 LDH
のアーティストがめっちゃ好きで、はいはいはい、まあ、ハートンと呼ばれたんですけど、ハートンちょっと顔いいし、なんかちょっと受けに行ってやオーディション、うん、言われて、全然興味ないねんけどって言って、まあ、そこで全然緊張して歌えなくて、なんかめっちゃなんか悔しくて練習し始めたのがきっかけ。マジで久しぶりやからな。もしもし、久しぶり。はい、久々。久々、元気？元気やで。あ、ほんま？ちょっとごめんな、急に。びっくりしてんけど。ごめんな、ちょっと。嬉しいなぁ、ちょ頑張るわ。でさ、ちょっとさ、ちょ質問していい？あ、まだあったよね。あ、あんねん。俺たちが付き合ってた時、その時、俺のどこが好きやったかちょっと聞きたいんだけど。え、中身の話？あ、別に何でもいい。え、でも、仏やと思ってたな、ハー君のこと。仏？優しすぎて。あ、マジでそんな優しかった？仏か。あ、なるほど。絶対不正と思ってた。あ、マジで。なんかそんな喧嘩した記憶もしてないから。そうやな。笑い方も好きやった。あ、笑い方な。めっちゃ口でっかいの開けて。逆にここ嫌いやったらみたいなところある？ない。ない？マジでちゃんと探して。ほんまに覚えたらんのよ。あ、マジで？やっぱ友達とかとさ、話や元彼、どんな人に付き合ってきたとか、ほんまに悪いとこ出てこやってるな、話しててもそうやけど。あ、そうなの？申し訳ない。いやいや、全然。いや、やめろ、やめろ。じゃあ、その時の彼氏として点数つけるなら何点？100点満点中？85点。 85？ 85点？あれやっけ？100ポカ。そやな、今俺もなんかな、ごめん、なんか勝手に俺100点をなんかちょっと期待してたな、なんかあのメンバーのフータって言うんですけど。あ、わかります？なんで別れたんですか？だって何も嫌なとこなかったし、嫌なとこもゼロだと。これなんで別れたんですか？え、覚えてる？めっちゃしょうもなかったやんな、うん、いや、ちょっと葉月が口を割ろうとしなくて。多分やけど、大学生の時になんかでちょっと喧嘩がなんかなって言い合いかな、なんかなって、あ、かな、が LINE を返さんかったかな、多分、うん、そほんで、ハー君がインスタかなんか見てんのになんで返してくれへんのみたいな。はいはいはい。そほんで、お前振られてるやん。それ口笑うわけやん。え、結婚したん言ってたよ。あ、聞いた聞いた聞いた。うん、おめでとう。これからも幸せな、いてください。頑張るわ。お、頑張って。はい、ありがとう。バイバイ、おやすみ。バイバイ、おやすみ。いただいた。いいですか？振られてたな。振られてたな。振られてないと思うんだけど。分からん。曖昧ない。まあそれが曖昧なぐらい。そうやな。なんかちょっとわがわが、お互いがこうええわってなったやな。そうそうそう。なんやろこの気持ち。名前ないよなこの感情。ないな。面白いと思っていただけた方はチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちょっと謝罪電話してきます。終わりだよ。謝罪電話。